今みたいに肩、首、腰が痛いデッドバグ、腹筋、禁止、股関節、背骨周り、しっかり柔らかくして正しくデッドバグ、腹筋やれば1回でウエスト細くなります。1日も早くウエスト細くしてくびれを作りたい、そんな方のために一番最後におまけ種目2つ入ってます。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。まず左足を右こっちにねじります。こんな感じです。膝を床につけましょう。左肩なるべく床に近づけましょう。お尻、腰、背中、背骨周りですね、ストレッチかけていきます。ふー、呼吸は止めないようにしましょう。ふー、膝を床につけて左肩を床に近づけるとより伸びてきます。ただ無理しなくて大丈夫です。呼吸を止めないようにやっていきましょう。この腰周り硬いとね、デッドバグ腹筋やっても腰に効いちゃうのでしっかり伸ばしていきましょう。よし、 OK。 逆側いきます。右足を左こっちにねじります。膝をしっかり床つけて、この右肩なるべく床に近づけましょう。腰、お尻、背中伸びる感覚ありますか？呼吸を止めないようにしましょう。この辺がね、伸びる感覚があれば OK です。無理にギューッとねじるとね、痛めちゃうかもしれないので、痛気持ちいいぐらいで呼吸止めないように行っていきましょう。で、最近ウエスト僕測ってねって言ってるんですが、メジャー持ってない方ね、100円ショップ行けば売ってるので、ぜひ最寄りの100円ショップで買ってみてください。 OK、 上向きになりましょう。そしたら次は、左手万歳しましょう。で、体を右に倒します。こんな感じです。左の指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと、左の脇腹、脇の下伸びてくると思います。伸びますか？この辺です。もうちょっとね、斜め前に倒したり真横に倒したりとか、脇の下、脇腹伸びる位置探しましょう。上半身をね、もうこっち右に倒しちゃうイメージです。ふう、呼吸止めないようにして、指先をね、なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばすと伸びます。ただ肩腰痛い方は無理しないでください。よし、 OK。 次逆いきます。右手を万歳して遠くに向かってぐーっと指先伸ばします。脇腹、脇の下伸びる感覚ありますか？こんな感じですね。上半身ちょっと左に倒して、ふー、脇の下、脇腹伸びれば OK。 ふー、肩腰痛い方は無理しないでくださいね。ふー、指先遠くに向かってぐーっと伸ばす。上半身をなるべくこう左に倒した方が伸びますが、僕みたいに家が狭くてできないよって方は、真上に手をぐーっと伸ばすイメージでも脇の下伸びてくると思います。ふー、よし、 OK。 そしたら次は上向きに寝て膝曲げたまま足を持ち上げます。前ももをお腹に近づけるイメージ。こうやってお尻がね、床から浮いてくるぐらいしっかり足上げましょう。ふー、上げる。前ももお腹に近づけて、上げた時にちょっとこうやってお尻が浮くぐらいがいいです。頑張ってお腹意識して、腰痛い人無理しないで。で、結構お尻が上がらないって質問いただくんですが、手とか肘でこうやって床をしてズルするとね、いいです。こうやってそうするとお尻上がってきます。ズルしてももちろん OK です。よし、 OK。 そしたらまず膝曲げて足下ろしたまま片足ずつこうやって上げていきます。前ももしっかりお腹に近づける。この腹筋使う感覚ありますか？股関節付け根や腹筋を使ってます。ゆっくりでいいのでしっかり前ももお腹に近づけましょう。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で動かすことが目的です。しっかり上げて、きつい。で、この次の種目からちょっと両手使うので、スマホをどっか床に置いて立てかけておくといいと思います。よし、 OK。 じゃあスマホは一回どこか立てかけておきましょう。両手で足抱えます。このまま反動をつけて腹筋、ズボラ腹筋です。できますか？腹筋意識してくださいね。もしこれ起き上がれないよって人は、こうやって足抱えるだけでも OK です。ちょっと上半身をね、こうやって上げれば腹筋これだけでも効いてきます。ふー、余裕がある人はちゃんとこうやって反動つけて腹筋ちゃんと意識してくださいね。ふー、きつい。ふー、頑張って
呼吸止めないで、きつかったら再生速度調整したりとか、途中でサボったりして OK です。よし、 OK。 ふぅ、そしたら、膝曲げたままでいいのでドローインしていきましょう。息吸って限界までお腹を膨らませます。限界までお腹膨らませます。もうこれ以上膨らまないってとこまで膨らませましょう。ゆっくり吐いて、ふぅ、吐いて吐いて、ふぅ、吐きながらお腹へこませて、ふぅ、お腹硬くして、ふぅ、よし、 OK。 もう一回息吸って、限界まで息吸って、この深呼吸のペースはね、僕と同じじゃなくてもいいですよ。限界までお腹膨らませて、ゆっくり吐いて、ふぅ、吐いて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 、ふぅ、吐きながらお腹へこませて、お腹硬くして、しっかり吐き切って、ふぅ、よし、 OK。 ふぅ、そしたら次、右足大きく外回ししていきましょう。時計回りと反対です。反時計回りで大きく回していきましょう。股関節がゴリゴリ鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回しちゃって OK です。逆に痛みがある方は、ゆっくり小さく痛みがない範囲で回していきましょう。きつい、なるべく大きく回しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ラスト1回、よし、 OK。 そしたらそのまま左足も同じようにやっていきます。大きく外回し、こっちは時計回りですね。ゆっくり大きく回しましょう。こっちも股関節、痛みがなければ大きく回して OK です。で、股関節がね、ゴリゴリ鳴るのが気になるよって方は、股関節ゴリゴリ鳴る方向けの動画がありますので概要欄貼っておきます。あと、ズボラストレッチの教科書でもね、このゴリゴリ鳴る原因とか解説してるので、ぜひ概要欄見てみてください。呼吸止めないようにしましょう。きついな。ラスト1回回しましょう。大きく回す、 OK。 そしたら次、左足を右こっちにねじります。最初と同じようなポーズ取りましょう。そのまま股関節大きく回す。伝わりますかね。一応この方向的には反時計回りです。この僕と同じ方向で回していただければと思います。これもゆっくり大きく回す、スピード勝負じゃないです。これもゴリゴリ股関節とかね、腰が鳴るよって方は、痛みがなければ大きく回していいですが、痛みある場合はゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。なるべく大きく、ラスト1回回しましょう。グッと、よし、 OK。 じゃあ逆、右足を左こっちにねじります。で、これで大きく股関節回していきましょう。ゆっくり大きくです。結構ね、こう早くやりたがる方多いんですが、急いでもね、そんなに効果ないです。だったら普段動かさない範囲で大きく回した方がいいです。ただ大きく回せる方、それでも余裕がある方はスピードつけたらね、さらに負荷が上がります。呼吸止めないようにしましょう。この次からちょっときつい種目入ってきますからね。準備いいですか。きつかったらね、再生速度調整したりとか、途中でサボってもいいですからね。よし、 OK。 そしたら次は膝曲げたまま両手は後頭部に当てて腹筋していくんですが、手で頭を持ち上げてから腹筋。頑張って、しっかり手で頭を持ち上げて、首で起き上がると首が痛くなります。ちゃんと手で頭を持ち上げて腹筋使って起き上がる。こんなに起き上がれないよって方も、肩甲骨が、ね、床から浮く、これぐらいでもね、めちゃめちゃ効果あります。きつい。首痛い方絶対無理しないで、ちゃんと手で頭を持ち上げて、頑張って、呼吸止めないで、ラスト1回、よし、 OK。 よく頑張りました。きつい。そしたら次、右足を大きく内回していきます。さっきと逆回しです。時計回りに回してます。大きく回しましょう。これも痛みある方は痛みない範囲で回していきましょう。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回していきましょう。でね、やっぱり皆さんから結構コメントでいろいろ質問いただくんですけど、僕がちょっと手が回らなくて全部返せないので、この間あの動画の検索の仕方とか YouTube コミュニティに文面であげたんですけど、見てもらえましたかね。よし、 OK。
次左足いきますよ。大きく内回しです。なるべく大きく、普段動かせない範囲で回しましょう。痛みある方は痛みない範囲で OK です。でそのさっき言った YouTube コミュニティの文面見てない方向けに今解説しますね。例えば足首のズボラストレッチないんですかってよく聞かれるんですけど、そしたらズボラストレッチ足首って YouTube でも Google 検索でもいいので検索すると出てきます。反り腰だったらズボラストレッチ反り腰、もうね疑問をそのまま検索窓に入れると YouTube とかね Google すごい優秀なので勝手に検索してくれます。ぜひ活用してみてください。 OK、 そしたら次は、いきますよ。問題のデッドバグなんですが、手を真上に上げて片足ずつ上げる、ふう、上げる、どうですか、できますか、ふう、しっかり前ももお腹に近づける、ふう、余裕があれば上半身も浮かせる、ふう、余裕があればでいいですよ、ふう、腰痛い方は無理しないでくださいね、ふう、しっかり腹筋意識して、ふう、腹筋使うときに息吐くといいです。だから足上げるときに吐く、ふう、ふう、ふう、腹筋使えてますか？ふう、ラスト1回、ふう、オッケー。そしたら次、デッドバグ難易度2いきますよ。じゃあ膝曲げて足上げて手は伸ばす、このまま対角線上に手と足上げる、ふう、手と足上げる、ふう、これ腰痛くない範囲ですからね。高く上げ切ったり膝伸ばし切ると結構痛いので途中まででいいです。これぐらい、僕と同じぐらいでもいいですからね。余裕があればしっかり手を上げ切る、膝を伸ばし切る、ふう、ちゃんと腹筋使えてますか、ふう、このね運動不足の方にとってはね対角線上に手と足上げるっていうのがかなりきついはずです。ふう、あれ間違えた、こうか、ふう、ふう、こうか、できた、 OK、 皆さんできました。ちょっと難しかったですよね。じゃあ問題のデッドバグ難易度3やっていきますよ。じゃあ手と足こんな感じで伸ばしておいて同時に上げて5秒キープです。手と足上げて腹筋意識して頑張って5秒キープ頑張れ、あー、3、2、1、 OK。 腹筋使いましたか？腹筋使えない方はこうやって膝曲げてもいいですからね。よし、もう一回一緒にやっていきましょう。いきますよ、デッドバグいきますよ。よし、上げて手と足同時に上げて、きつかったら膝曲げて OK、 キープします、あと少し、3、2、1、 OK。腹筋に効きましたか？これ目的、腹筋を使うことですよ。手と足上げることが目的じゃないです。腹筋使えてない方、膝曲げたりとか、ちょっとね、肘曲げたりとか、自分が腹筋使えるように意識してみましょう。ラスト1回難易度3やっていきましょう。じゃあ手と足伸ばして、しっかり持ち上げる。頑張れ！腹筋使えてますか？腰痛い人絶対無理しないで。ちゃんと腹筋意識して、意識して意識して。ふう、頑張って。3、2、1。よし、OK！そしたらスマホ持って一回うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。ふう。そしたらうつ伏せになったら両手を耳の横に置きます。そのまま肘伸ばして上半身反らせていきます。お腹伸びる感じありますか？この腹筋が伸びてれば OK です。ふう、腰が反ってきついよって方はこんな感じ、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋伸びてきます。ふぅ。お腹伸びますか？呼吸だけ止めないようにしてくださいね。でもしね、この動画のペースが速い、遅いあれば、再生速度調整してください。再生速度の調整の仕方、わからない方、概要欄に速度調整の仕方貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。OK。その次はこんな感じで上半身寝かせて、左足を右こっちに持っていきます。左のお腹前面ここ伸びてれば OK です。両肘は床につけたままつま先遠くに向かってぐーっと伸ばすと左のお腹伸びてくると思います。腰が痛い方絶対無理しないでください。この肘が浮いちゃってこうなると全然伸びません。上半身は寝かせておきましょう。で女性の方で胸が当たって痛いよって方がいたので、胸が当たって痛かったら例えばちょっとこうやって肘つくとかしたらどうでしょう。伸ばしたいのはここです。ここ伸びれば多少フォーム違くても OK です。ふー、よし、 OK。 皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？これで次右足を左こっちに持っていきます。右のお腹伸びる感覚あれば OK です。
両肘床につけて、つま先遠くに向かってぐーっと伸ばすと右のお腹伸びてきます。肩腰痛い方は絶対無理しないでください。ふー、呼吸はね止めないようにしましょう。どうでしょう、これペースとか結構きついですかね。もしペース早いとか遅いとかあればね、コメントでどんどん教えてください。できる限り皆さんの要望を聞きますので。よっしゃ、オッケー。ふう、次、じゃあみんな大好き膝つきプランクいきましょう。肩の下に肘ついて、膝ついたままお腹だけ持ち上げる。腰はなるべく丸める。腹筋に効いてますか？ちゃんと腰丸めてくださいね。腰反ってると痛くなっちゃうんで、しっかり腰丸める。きついよって方は肘と膝もうちょっとこうやって近づけるといいです。これでも十分効きます。余裕だよって方は肘と膝なるべく離すときつくなります。ちゃんと腰丸めて腹筋効かせて。頑張ることが目的じゃないです、腹筋に効かせることが目的です。頑張れー。よし、 OK。 ふう、そしたらもうベチャっと寝ちゃって、ちょっと休憩です。かかとでお尻タッチするイメージでパタパタしていきましょう。でただパタパタってしてるだけでもいいんですけど、せっかくなのでね、この裏ももお尻の境目あたりが、あ、筋肉使えてるな、動いてるなって感覚あるとより良いと思います。どうでしょう、動いてる感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。きつい。なるべくかかとをお尻に近づけるイメージ。しかし結構きつかったですね、デッドバグ。僕もちょっとかなりやばかったです。 OK。 そしたらもう一回両手を耳の横についてしっかり腹筋伸ばします。余裕があれば肘伸ばし切った方がいいですが、腰を反って痛いよって方はさっきと同じように肘ついてちょっと顎上持ち上げる。これだけでもね十分お腹伸びてきます。自分がね腹筋伸びるなって位置でキープしましょう。呼吸だけ止めないようにして、腰痛い方絶対無理しないでくださいね。でよく質問いただくんですが、エアコンはねつけといていいですからね。エアコン切ってやった方がもちろんホットヨガみたいになるんですけど、熱中症の可能性があるんでエアコンはつけましょう。 OK。 そしたら次四つん這いになります。四つん這いになったらおへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。背骨を普段動かさない範囲までしっかり丸めて反らせる。呼吸止めないようにしましょう。反らせる。ゆっくり反らせておへそ覗き込む。ラスト1回反らせておへそ覗き込む。よし、 OK。 お疲れ様でした。よく頑張りました。ではないです、皆さん最初に言ったおまけ忘れてますよ。さあ両手両足伸ばせてスーパーマンいきましょう。頑張りましょう。ふ、手と足同時に浮かせて、お尻とか背中使ってます。腰痛い方絶対無理しないで。皆さんこのおまけ完全に忘れてたんじゃないですか。僕最初に言いましたからね、おまけあるよって。特別大サービスですからね、最近すごいデッドバッグ好評なので。ふ、頑張って頑張って。ふ、きつかったら下げてもいい、頑張れる人頑張って。ふ、腰痛い方絶対無理しないで。お尻背中使ってます、頑張れー、あと少し。よーし、 OK。 よく頑張りました。まだあります。スーパーマンクロス、右手と左足上げる、左手と右足上げる。ふ、交互。ふ、対角線上に手と足を上げてください。ふ、もうこれで本当に最後の種目です。あと少し頑張りましょう。ふ、これね腹筋弱い方、この裏ももとか背中の筋力も弱いので、これもね同時にやれた方がいいなと思って、ちょっとね特別おまけでスーパーマン入れました。ただこれでも物足りないって方は概要欄の動画ぜひ頑張って続けてやってみましょう。ふう、頑張れ、あと少し。あとツイッターインスタ毎日更新してるのでぜひフォローお願いします。よし、 OK。 皆さんよくここまでよく頑張りました、お疲れ様でした。もう全然ズボラじゃない、素晴らしい、自分に拍手しましょう。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張れ。